とりあえずね、とっとと始めていこうと思います。なんていうか、時間ってね、こう消えちゃうんだよね、これ。じゃあ始めていきますね。これ裏技かかってます、もうずっと。だから、リセットもかけれないんだよ、メモリが、飛んじゃうから。で、ここでどうなったの？どうやったの？見とくよ、これ。どうしたの？これ。どうやってああいう表面になったの？これ。本読んでたからさ、分かんなかった。どうなったの、これ。何にもしてなかったよな、これ。え？どうなったの、これ。どうしてこうなった？あー、なるほど、こうなるんだね。で、一応、エンディングも見よう。見よう。これを、だ、こんだけあるんだよな。これがエンディングです。まあ、みんなエンディング見たいわけでしょ、ね、これがエンディングで、4回見たら真のエンディングらしいんだけどね。まあ多分あれだろうな、もうビッグとかの関係だろう、今のタタタタタってそういうことだ。先読みとかが、それ先読みとかそういうプログラムとかね、なかった時代だもんね、よく考えたら。はい、クリアしました。パチ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 。多分ね、これ見てるやつはつまんねえと思ってるだろう。これもなんか間がなくてクリアとか言ったら、なんかさ、なんか違う、それは違う。ああ無理。ああ、音楽の再生がちょっとやばいんだよね。これあれだもん、CDDA って言ってか、音楽を再生させてるからね。あれの音楽で、なんだ、音源の使ってるあれじゃないんだよ。もう本当に CD の再生と一緒なんだよ。あらららら。まあこれはしょうがないからね、もう。このピックが弱ってるな。まあ昔のなんかそういう良さだよね、音飛びがアリーノみたいなゲーム、読み込みで失敗がアリーノみたいな。一応今回は暇だろうけど、これ4回エンディング見たら真のエンディングって書いてるからね、これやらないとこうかなと思ったんだけど、さらにやるよ、これも。これさあ、ずっとね、ほっとくってさ、俺ジジイしてるんじゃないか、勝手になってるからね。ほっとくのメンセレって気づかないよね。多分気づかないと思う。書いてなかった。だから俺一瞬あれと思って。これエンディング、今日はエンディング回ね。エンディングの回。あ、要はこれ音楽を流してあれだな。こんな感じだな。あとグラフィック使いまくり回したし、で下が G を出してるだけの一番容量食わないあれだよな。なんか CD ロムだからさ、エンディングぐらいなんか作ってもいいんじゃないかと思うけど、容量ね、無限大なんだから。やる気なかったんだろうな。何のありがたも気のない。あ、これ4回見るからね。うわー、どんだ強いらしいよ。こいつまでは普通の人間なんだよ。
で、サガットは波動拳とか小動拳を使える超人なんだよな。目は最初からなんか怪我してるみたいだな。要はあれだよね、その胸の傷がここで竜がねあれしたけど、なんでハドソンがいるかって言ったら、もうプログラムを言うたらハドソンが移植したっていうことだよね。その元はカプコンが作ってっていうこと。だからハドソンっていうかカプコンが出さない。要は移植で、なんだろう、スーパーファミコンが宝が作ったみたいなもんだな。ハドソンはそういう移植の技術持ってるからさ。これもう一回やるの？マジで。めんどくせ。あ、8になったよ。8になった。あー！はい、やろうぜ、はい、やろうぜ。これやって待たなきゃいけないんだろ？これ何？本当にこれやるの ?4 回。なるー。まあまあ、いいわ。たまにはこういう、あれもいいじゃん。あ、カウンター1。忘れるだろ。俺ほんと忘れるから。何回か。4回続けてエンディング見ると真のエンディングか。まあまあ気になるね。やろうじゃん。やろう。気になるよ、だって。あ、来た来た来た。はい、エンディング。ヒューエアって書いてあるね。あ、こういうのね、なんか昔流行ってたんだよ。ちょっとしたところにね、自分の会社のロゴを入れるとかさ。確か NEC はデバイスっていうかものを作ったけど、ハドソンがなんかね、開発に結構携わったらしいんだよ。だからハドソンがね、ソフト多いしさ。だ、ハドソンはもうファミコンとかああいうのをやめてね、PC エンジンで生き残りをかけたんだよね。アクションゲームとかこういうの。じゃあハドソンソフトなんかめちゃくちゃ多いんだ。そもそもなんか開発にもハドソンが相当携わってたらしいし、 NEC がそういうプログラム的な知識がなかったんじゃないかな。デバイスは作れるけどね、 NEC は。要はパナソニックと同じじゃん。これ4回見るのがめんどくさいな。多分クレジットがさ、ほらなんか増えていってるから、それで言うたらカウントしてるんだろうな。だってクレジット8だったら7の次8でしょ。7、8で9で、で完成した時になんかおかしくなるんじゃないか。分からん。いやー、でもなんだろうな、こいつ強いよ。ほんでこの裏技って効かなかったしな。裏技っていうかノウハウっていうの、そのコツが防御貫通だもん。だからおかしいと思って、なんか防御しててもさ、なんか当たる時もあるし、おかしいなと思ったの。あ、中国の2番目を倒したことないんだな、確かな。中国2番目を倒したら日本行くんだろ。マイクも1勝しかしてないしな。だから中国とこいつか、中国のこいつとマイクだけ倒したら。でもなんか倒したいやつをメンセルで結構選べるから、案外そういうのはね、こうどう言うたらいいんだろうな。なんかずっとまた1からさ倒していくっていう話でさ、自分の倒したやつをメンセルで選べるか、こういうのもいいと思うけどね。今回おととびしねえじゃん。
今よく考えたらさ、プレイステーションもそうだけど、ゲームをやってる間ずっと読み込みをするわけでしょ、ピックが。そりゃダメになるわ。っていうかこれ暇だな。今日長いよ。4回エンディング見てんだ。え？真のエンディング？本当かよ。見るしかない。マシーンのエンディング見るしかないでしょ。 YouTube で見たことないですか。見るしかないんじゃない。もう今日もうあれクリアするのやるよ。やめれねえもん、中途半端に。クイックセーブねえんだよ。もうやめたいんだけど、やめたいんだけどやめれねえじゃん。あのドット A3 やったあれがさ消えるんだから。そうでしょ。だ昔もそうだったよな。なんかカセットつけっぱなしでさやったよな。あ、これでも音飛びなかったんじゃない。あ、こんなんあった。エンディング4回続けてエンディングを見るとか書いてある。あれ？あれが真のエンディングなの？ちょっとよくわかんないけど。あ、ほら、増えていってるじゃん。ほら、増えていってる。ね。で、スタートだ。これエンディング2回でしょ？ 8 の時9でしょ？で、10、11になる。なんかもうめんどくさいな、これ。こんなのをね、教えてもらえないけど分かんないよね。4回連続、4回続けてエンディングを見る。メンセルの画面になる。ここで4回連続続けてエンディングを見る。これ真のエンディングを見られるでしょ。気になるよな。これクリアしなきゃいけないんだよ。あ、ちょっと来た。3回目？これに3回目だよな。もうカウント2になってるからな。そうでしょ、時間的にもそうだよな。誰も気づけねえよ。あ、ジェット機の下になんか吸入口がある。今そんなねえ。いや、なんかしょうもねえさ。まあ確かにしょうもねえけどさ、いつもしょうもねえけど、たまにはこういうのもいいんじゃね。これ意味があってやってるわけだから。全パートで裏側を出すパートで、なんかエンディングを、真のエンディングを見るパートで、その後はあのクリアするパート、いいんじゃね。たまにはもうね、尺無駄に取ってるけど、もうやりたくないんだよね。もう飽きた。飽きた、飽きた。まあ飽きたよ、俺。あー、テレビつけっぱなしだよ。あれ、切れないんだよな。あ、切れるか。ちょっと、テレビ切ってきまーす。
あマイクから停車中。こんなもんか。うるせえよ、やめて。これもスケール1でさ、声の拾うあれが違うんだよな。こんなもんか。まあいいや、これで全部音楽をね、CD リレーでこうシンセとかで作ってさ、これはちょっとね、あのゲームでしたらちょっと豪華かなって思うけどね。だからそれから考えたら天外とか作りすぎだから、本気で作りすぎ。天外はあのロムになんか詰め込んでるんでしょ、いっぱいいっぱい。でクリアするもな長いって言うからね。まあ中国の2人とあとなんだマイクと、中国の2人目とマイク倒しないんだよな。日本とイングランド倒したしな。でもあの結構雑魚らしいよ。なんかサガットとかがあんなめちゃくちゃ強いらしいよ。マイクのリーチはちょっとね、なんかずるいっていうか、裏技級だもん。これは、これなんて書いてんの？わかんないよな。さあやろう。やろうぜ。間髪入れずにやる。もうなんかね、こういう裏技のコマンド打つときってほら。あれ？おい。あれ？ちょっと待てよ。慣れない。慣れない。慣れない。あれ？童貞すぎだろ。あ、ならないよ。どうすんのこれ。え、ちょっと待って。ちょっと待って、ならないならない。ちょっと落ち着け。左ワンツー押しながらセレクト。はい、分かってるよ。左ワンツーだろ。なってるじゃん。ならない。あれ？童貞すぎなってるよね。ならないわ。え、マジで？なんでならないのこれ。あー、ごめん。コントローラーこっちじゃねえ。あー、そう、俺よくやるんだよ、これ。こうだな。あれ？ほら、なった。焦ったよ、ほんとに。なんかバグあってもう終わりますって言おうかなと思ってたよ。焦った。これよくやるんだよね、コントローラー。これだ。焦った。ちょ、やめてもう。今日は長いからね。25分か30分くらい見てもらおうかな。今日は長い。もうその長くてね、しょうがないじゃん。切らないか。これも含めて動画だからね。焦ったー。もうダメかと思った。で、エンディング4カウントになりましたよ。お違う。え、ちょっと待って、これで終わり？今ので4回続けてエンディングを見ると新年にも見られるの。あ、そうか、これ4回目か。4回続けてエンディングを見ると新のエンディングを見られる。しょーしょーもな
ていうことらしいですね。はい、っていうことらしいですわ。あのなんか変わったじゃん、あれが、あれだけ。いや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 、まあね、もう見ることないよこれ。これ一応さ、その何このエンディングを最後まで収録するって決めてたから撮るだけ、もう見る必要ない。あーね、まあ一応いいじゃん、ニコ動とかさ YouTube とかでさ真のエンディングを見れるっていうね。俺絶対タイトル変えるよ、何ストリートファイターパート なんとか真のエンディングとかで、そのタイトルの前に付けるよ、真のエンディングって。これだけかい、ちょっとびっくりしたもん、なんかしょぼすぎてびっくりした。なんか確かに変わったけど、いやーマジかー、しょぼすぎてちょっと参ったな。もうこの後トイレ休憩取ってからクリア目指します。はい、まあいいんじゃねえの。まあとりあえずさ、まあなんなんだろうな、まあなんなんだろう。本当にさ、しょぼすぎて、まあこんなもんだよ。昔って。まあでもね、YouTube でね、真のエンディングなんか、YouTube ニコ動か、真のエンディングなんかね、探しても見れないからね、いいものを見れたよ。もうしょぼすぎてさ、しょぼすぎて何を言えるよ。ほんと確かに、ああ確かにちょっと変わってるねと思ってさ、ああなるほどね、確かに変わってる。だからあクレジットを10カウントにしたら新エンディングになるんだろうな、多分これもそうだと思うよ。例えばクレジットが10以上でだったらエンディングが変わるっていう裏技だったんだろうな。それを強制的に出してるっていうことじゃないの？わかんないけど、ただの想像だけどね。なんかこれね、ストリートヨタ1知らない人はさ、こう竜にさ胸の傷と目の傷つけられたと思うわな。目は最小なんだ。ただ戦う前からほら眼帯してるじゃん。終わり？終わり？早くしろよ。もうこれシンセ作ってるな、いなんか。やっぱゲーム音楽でね、やっぱりね、結構、プロデューサーっていうか、音楽作る人に頼んでたりとかしてたらしいよ、昔は。朝倉大輔が何だったかな、ディーバっていうやつのファミコン版のあれを音楽担当したらしいしね。で何だったかな、怪獣物語は何だろうね、忘れちゃった、もう多分知ってる人いるわ。何だろうね、あれだよ、なんとかかんとパラッパラッパーっていう名前の人で、走る俺たちって、あのグループの誰かが作ったんだよね、確か。そう聞いておりますけど、もう長くなりました。今回はこれで終わります。